ということでエンディングなんですけどもね、はい、そうね、何話しようかなエンディングトークね、俺らの職業的にさ、うん、ちょいちょいフリートークお願いしますだわけ、うんうんうん、で、ドラマ CD 全盛期の時ってとにかくフリートークをつけるのが多かったのね、うんはいはい、でメーカーさんも最初は今回の収録の感想とか、うん、なんか面白かったシーンどこですかとかだったんだけど、うん、だんだんそれ質問自体に飽きてきたのか、うん、新しい何か刺激を求めたのか分かんないんだけど、うん、どん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 質問が変化していったわけ。なるほど。で途中だと例えば、そのドラマ CD が、ドラクエだとするじゃない、はい、だったら皆さんが使ってみたいドラクエの話でしたけどドラクエの話にちなんで皆さんが使ってみたい魔法ってありますかとかそういうの変化していくわけよ。でさ、うん、俺どっかのタイミングでやっぱりこの質問なんかナチュラルに変化して、うん、当然答えるようになってるけど、うん、一回確認させてもらっていいかって思う時があってさ、はいはいはい、なんかご家族のことについて喋れっていうのがあった時に、うん、やっぱねある役者さんは一人直前にお母さん亡くされてたの、はい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 、そこでこの質問するみたいな、クソやばいっすね、えぐいじゃない、うん、だからやっぱりそういうとこはね確認してほしいなと思ったんだけど、うん、その時にねまた別な人が、はい、あれだったんだよね、何も言わないでその俺とかは始まる前にちょっとこういう事情で、うん、こういう話はできませんねとか言うんだけど、うん、普通にフリートーク突入したの、うん、そしたらある人がそうですね、僕は家族の話なんですけど弟がいるんですけど、うん、弟から俺はちゃんと生きていきたいから、うん、お前に表で俺のことをネタにしてほしくないから絶対に話をするなって言われてるんで話はしませんって言って終わったの。やべえ重すぎる。だから、うん、まあでもこれを言われたらもう聞かねえよな先にはっていう。つうかシンってなりませんでしょ。誰も反応できなくないですか。いやでも俺は、うん、拍手をしてやっぱりちゃんともうそういうさ、うん、やっぱりそのねこう、うん、制作さんから言われてさ、はい、言われるままにこう無理して話題をやっぱり考えなきゃいけないんだけど、はい、そうじゃないよっていうところの主張もやっぱりしていかないとね気づいてもらえないから。まあそうですね。そうか、聞き手がやっぱ、うん、プロじゃないんですね。前調べとかしてないで聞いちゃってる。そういうのはないね。やっぱり流れでこういうのをつけるのが行事なんでっていうのでついてたりするからね、うん、よくないな、よくない。そうそう、だからねまた最近はどういう状況か分かりませんけども、うん、僕は戦っていきたい、そう思いました。そういう時は、はい、プロのライターさんにお願いしましょう。そうですね、はいはい、ということでまた次回お会いしましょう。お相手は中村由紀とマフィア梶田でした。また来週。